ここで番組が発見したお宝映像を公開。それは今から29年前、渡哲也さんとある方との貴重なデュエット映像。渡さんの代表曲口なしの花を一緒に歌ったその人物とは、なんと、石原裕次郎さんの芸能生活25周年を記念した番組で実現した夢のデュエット。